マイルカ族は、クジラモカハクジラモクマイルカカに属する族の一つ。マイルカ族は、マイルカとハセイルカの二種で構成される。熱帯マイルカを種とする分類もある。詳細は、本校の分類学を参照。和名ではマイルカすなわち、真のイルカ、英名でもモンドルフィンであるが、多くの人が、イルカと聞いた時に初めに思い浮かべるイルカはこの、マイルカではなく、 ハンドウイルカであろう。これは、テレビシリーズのワンパクフリッパーで活躍したイルカがハンドウイルカであることや、世界中の水族館で最も多く飼育されているイルカがハンドウイルカであることが主な原因であろう。好奇心旺盛で人懐っこいハンドウイルカに比べて、やや神経質な性格とされ、飼育例は少ない。マイルカ族、デルフィーネスマイルカ族に属するイルカは、 生息域によるサイズ、体型体色の差異が大きく、過去数十年の間に20以上もの種が提案されていたが、1990年代半ばまではマイル家族に属するのは通常はマイルカのみとされていた。しかし1960年代、カリフォルニア州の生物学者はマイル家族に属するのは2種であると結論付けた。1990年代になり、 遺伝子解析により裏付けられ、現在では、マイルカとハセイルカとの2種に分類されることが多い。同じく遺伝子解析により、第三の種となる可能性のあるイルカが存在することがわかっている。このイルカは、熱帯マイルカとも呼ばれ、航海やインド洋に生息し、特に細長い興奮が特徴である。現時点では、独立した種ではなくハセイルカの一夜種であって、一部の 地域のみに生息し、固有の特徴を有しているものとされることが多い。土佐湾でのウォッチング船団と、ハセイルカの群れマイル家族のイルカは、世界中の温帯から熱帯の海域、井戸で表現すると、北緯50度から南緯40度の海域に生息する。離れた生息域間での相互の関わりは、少ないと考えられている。紅海や地中海のような閉ざされた海を好むが、 浅瀬の他に深い縁起用や広く内大陸砲を好むことも知られている。日本沿岸では、土佐湾、大阪湾などの瀬戸内海や文後水道、日向灘、天草灘、有明海などで比較的よく見られる。伊勢湾では確認される限り世界でも最北端の定住群が存在し、大村湾にも定住に近い形の地方群が生息する。定住する群も、 海遊パターンを有する軍もどちらも知られている。水温は摂氏10度から摂氏28度を好む。全生息数は知られていないが数十万頭であろうと考えられている。マイル家族のイルカは10頭から50頭程度の軍をなして行動することが多いが100頭から2000頭の軍をなすこともしばしばある。行動は非常に活動的であり、軍で浮上したり、 ジャンプして、水を跳ねたり、といった行動を行う。またブリーチング、尾びれや下顎で水面を叩いたり、水面をかすめるように飛んだりということもよく行う。東、太平洋においては、他のクジラ目の動物と一緒に行動する様子も観察されており、ゴンドウクジラの群と泳ぐことも知られている。各種のイルカが、人間の船が作る、選手派を飛ぶことはよく、 知られているが、大型のクジラが泳ぐときにできる波を飛ぶことが、その行動の起源である、という興味深い説もある。妊娠期間は11ヶ月であり、出産の間隔は1年から3年である。5年程度で、生成熟し、寿命は20年から25年である。ただし、生息域による違いも大きい。人間による影響は、主々ある。ペルー沖では、 食用あるいはサメ漁用の餌として捕獲されている。他の多くの海域では、直接にはイルカ漁の対象とはなっていないことが多いが、数千頭がトロール船の漁網による混獲が原因で死んでいる。西地中海においては、1960年代までは多数が生息していたが、その後、生息数が急速に減少している。原因は不明であるが、 その海域における人間の何らかの活動が原因となっているのだろうと考えられている。北海道新十津川町で発見されたイルカの頭骨の化石が2014年の研究でマイルカ科の中で世界最古の化石であることが判明した。デール、W. ライス、マリーンマーマルズ・オブ・ザ・ワールド、シストマティックス・アンド・ディストリビューション。 ソサ c ティ t y of Marine m a スペシャルパブリケーションナンバー4ピアニッシモ231ナショナルアウトボンソサイティガイド2マリーンマーマルズオブザワールド ISBN 0375411410エンサイクロペディアオブマリーンマーマルズ ISBN 0125513402マーク・カーワーディーンホエールズドルフィンズンポーパセス ISBN 0751327816 海正哺乳類図鑑、マイルカ国立科学博物館動物研究部、アキハート・アキハートさんによる、ハセイルカの説明。イラストと写真付き、世界最古のマイルカ化石と半米北海道、新都津川で、発見の頭骨。北海道新聞。 http://www.hokkid-np.co.jp:/news:/donai:/548940:html、ok、a o ありがとうございます。